ウィニングポスト9 2021。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9 2021、ライブ配信始めていこうと思います。2011年ですね。8月を3週から いきますね。いつも通りツイッチで配信を行ってます。ツイッチアカウントフォロー、リポスト、ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。ツイッチ、マイツイッチアカウントフォローアンドチャットコメントプリーズ。アーカイブはいつも通り YouTube に2日後、14日21時頃にプレミア公開いたします。 YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。 This live アーカイブアップロード My YouTube チャンネル2 days after My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして旧ツイッターである X のアカウント持っております。アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタン。はい、では始めていこうと思います。感じで、天の iPhone か。今週は天のヒーローが出てますね。ジャックル・マロア賞、小倉記念、関谷記念あたりのレースがありますが、どうなりますか。では行ってみましょう。ネクスト、お、オルフェーブルです。ソードダンサーステークスです。一番人気だ。132、圧倒ですね。では、レース行きましょう。サラトワ競馬場 G1 ソードダンサーステークス、3歳限定だったかな、芝 2400m です。オルフェーブルが出走いたします。トガ勢いよく飛び出したのはタップパレード、ジャンプペガサス。さあスタートです。このままもうスタートを切りました。ダッシュよくジャンプペガサス行きました。続いて前へ行くのは最高峰あたりですね。どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭からチャイムカンク、先手を取りましたジャンプペガサス。すぐ後ろ並んで11番タップパレード、その横にリトルマイク、少し離れてベアリーシャルール続いています。これに続いてアポロスターク、内からはインプライドオフェンシブ、すぐ後ろにパーフェクトシャール、その隣にシンボルコンセルト、アーモリアルラバー、この馬もこのグループ、すぐ隣にノーストロベリー。この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。すぐ後ろにサーストンベンチア、オルフェーブル、後ろから最後方にプリーティングモニカ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました13番
リトルマイク、リードは1馬身から2馬身、これに続くのがタップパレード、少し開いてインプライドオフェンシブ、赤の帽子チャイムカンツ、その後ろ、その横にフェアリーシャルール、その横にアポロスターク、すぐ後ろにシンボルコンセルト、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はリトルマイク、オルフェーブルはまだ後ろかな、間を挟んでインプライドオフェンシブ、3番手一気に上がってきてほしいが、まだ動きません。後続も追い上げていきます。最終コーナーどこにいるんだオルフェーブル、直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ、中だ、リトルマイク先頭、差は3馬身、まだ持ったまんまだが、残り 200m オルフェーブル追い上げてきた、さあ大激戦かわした、2番手はリトルマイク、勝ちました。オルフェーブル1着でゴール、2着はリトルマイク、3着にチャンプペガサス、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。オルフェーブル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ステゴルドとオリエンタルアートの句、モーリス・ド・ギッショー、天の送り人、一番人気。送り人もう送り人ってまだか、多分まだだと思う、まだ金札確保してないと思うがな。レース行きましょう。ドービル競馬場 G1、モーリス・ド・ギッショー、芝 1300m の短距離戦です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ先手を奪うのはどの馬か、アトランティックウィルウィン、前に行きそうです。ドリームアヘッド、それに続いています。さらにはエクセレントブース、11番アジーズニッキー、その後ろアトランティックウィルウィン、先手を取りました。アーダルライトニング、すぐ後ろ、その外からクオリティギルドラン、内からはインコーカサス、その外にアガールズマトリックス、天の送り人、いい位置です。ドライベッド、そのうちに続いています。前はアトランティックウィルウィン、まだ粘っています。エクセレントブース、ほとんど差がありません。アジーズニッキー、3番手天の送り人、いい位置、果たして先頭を捉えるか、全く横に幅、横に広がってんで分かりにくい。あ、もう先頭を踊り出たやん。残り 200m を通過して、先頭は天の送り人、2番手はプライムコードン、天の送り人、伸び足が違うっていう感じです。天の送り人1着、2着はプライムコードン、3着にソサエティロック、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の送り人、まさしく日本が世界に誇れる馬です。しっかり勝ってくれました。一番7連勝。勢いが止まりません。そして、ジャック・ロマロア賞、アマノヒーローも一番人気となります。これはもうオルフェーブル、送り人に続いて勝っておきたいところ、121。直線競馬、マイル戦です。さあレース行きましょう。ドービル競馬場 G1、 ジャック・ルーマロア賞、芝 1600m マイル戦です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ゲートが開いた。これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアブサロムファミリー行きました。続いて前へ行くのは天のヒーロー、
さらにはイーソシゼア、古豪、スターグラスバトル、その後ろ先頭は天のヒーロー、短期の逃げに持ち込みたいところ、並んで黄金の馬体ウェービングアーモリアル、少し間が空いてエデュケイテッドパライス、その隣にフォートベルディ、すぐ隣にラピスアドマイヤリング、その外からメータレオ、内からはイマラヤネイティブ、オーカサスグレード、そのうちに続いています。その外にワードファインド、内からはケアミスビルジット、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。その外にメガラニュカページ。さあ先頭はまだ G12 勝天のヒーロー、天のヒーロー後続を引き離します。2番手はスターグラスバトル、追い出した天のヒーロー、このまま逃げ切れるかどうか、天のヒーロー先頭、2馬身から3馬身引き離す、うん、アブサロムファミリー手応えは悪くありません。いいんじゃないでしょうかね。ただね、かさえたアブサロムファミリー先頭、内から一気にエデュケイテッドパライス、アブサロムファミリー、アブサロムファミリー1着、2着にはどうやらエデュケイテッドパライス、3着にラピスアドマイヤリング、勝ったのはアブサロムファミリー、3着にも入れなかった、最後バテてしまいましたね。5着と敗れ去りました。さあコスモス賞クラブ馬凱旋フェルム、4番人気、1番人気はベストディールですね。ダイジェストいきましょう。札幌2歳オープン特別コスモス賞芝 1800m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ベストディール、先頭リードは1馬身から2馬身、2番手はマイネルシャンツ、ベストディール、先頭はベストディール、1着でゴール、2着はマイネルシャンツ、ベストディール、見事1番人気に応えました。ベストディールの勝利です。4着か、アソステークスクラブ馬凱旋フィートが1番人気となります。ダイジェスト、小倉オープン特別アソステークスダート 1700m です。短い直線に入って、後続は届くかどうか、メテオロロジスト先頭、外から勢いよく凱旋フィート抜けた、2番手は西雲ランサー、抜けた、勝ちました。凱旋フィート1着、2着は西雲ランサー、1番人気に応えました。凱旋フィート見事です。そして小倉記念方のツイッターです。サンディエゴシティか、これ人気になってんじゃないかな、そうでもないか、8番人気だからないな。方のツイッター1番人気、2番人気凱旋赤壁と、クラブ馬凱旋赤壁となっております。本正面は凱旋赤壁の方ですね。レッドクリーフ、リーブバーニーは母ロジータなんだ。ダイヤパルってなんだ、ダイヤモンドパールか、ポケモンの。サンライズマックスなんかも出てますね。東方アラン、あ、北斗スルタン、結構ベテラン勢ですね。浅草キングス含めてがベテラン勢が多いってことですよね。コンプトンソネットが3番人気ということです。ダイジェストいきましょう。小倉 G3 小倉記念芝 2000m です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せどころ。コンプトンソネット先頭、さあ凱旋赤壁一気に来た、ここでようやく肩のツイッター、先頭はコンプトンソネット、コンプトンソネットやられた。2着は凱旋赤壁、3着に肩のツイッター、見事に勝ちました。コンプトンソネットとツイッター差し遅れたな。
さあ、海外4レースとなります。全部武豊鞍上、5レースだな。アメリカ4レースは全部武豊、ジャンロバエンショーは、C 騎手に任せられます。初エミクもリーチかけてるんだからいい加減取ってほしいがね、寿命とかもあるんで取ってほしいです。ブルーレイも5勝 iPhone6 勝、フランケル4勝、ヘビロテはまだ、2歳なんで仕方がなしかな。これはみんな金札確定していません。なので頑張ってほしい。あと札幌記念もあります。天野ブログ、天野慶音が出る、ブラックキャビアが北九州記念となっております。ウィンバリアションか。今4週か、4週だったら5週、あの月末は5週だからもう1週ですね。さあ送り人ですね、マイルチャンピオンシップ送り人12勝か。まあマイルチャンピオンは長いな、これはこの馬にとっては長い。とりあえず休めばいいとは思うけど、海外のレース見てみますか。9月、10月1週以降、10月の2週がこれでしょ、これに出てみるかな。ジ・エベレストに行ってみるって手もあるな。登録料はかかるな。これ1頭だけ？どうなんだろう。マイルなんか出さない。マイル出すぐらいだったらここ出るけどな、スプリンターズ。ただもうフランケルとか、フランケル、ん、あ、フランケル芝の馬か。フランケルまあ4勝なんで、フランケルかカレンちゃんに取らせてあげたいですね。なのでここは出さんでおきましょう。まずジエベレストに出て、送り人早熟だからな、まあ長くはないよな。これで行きましょう。次ヒーローは放牧中、ツイッターが次セントライト記念か、まあ、悪くないんだけどな、距離が微妙に長いか。マイル1008ぐらいがベスト距離ですからね。芝のみですね。まあ形勢杯っていう手もあるし、毎日王冠っていう手もあるが、毎日王冠はちょっと勝てないだろうな、このまま行ってもオクトーバーとかな、フジステークスとかか。結構習得賞金あるから金利を背負わされるしね。オータムハンで行こうか。そしてゼニアッタですが、ジョッキークラブゴールドカップに出る、ま、ちょっとこれ疲れが心配だな。2周放牧、ラッキースターは、うん、
ウソな本当にこれでいいのか、まあいいのか。キャンキャンはレディースプレリュードに挑む。ジェンティルノンナも2歳ステークスか。ダートだとしんどそうだよな。海外出るとしたら、でも調子落ちてるから出さん方がいいっていう感じか。ルーラーシップ、高塚記念馬、江戸戦記か。これでこば、まあ強いよな。最上位ブルーレイ期待です。軽音とブログですね。北九州はブラックキャビアとなっております。では行きましょう。ネクスト、スピナウェイステークス天のヘビロテ2番人気か。90しかない。まあね、ダートがどうかっていうのもあるかな。ひとまずレース見てみましょう。サートア競馬場2歳限定 G1 スピナウェイステークスダート 1400m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。エールフィギュア前に行きそうです。ブレイブギャラリア、それに続いています。さらにはアイアンインテント、無敗の農家ダンス、その後ろブレイブギャラリア先手を取りました。すぐ後ろにシルキーウッドスタンド、グージーオアロス、それに続きます。内からはスリップストリームロール、天のヘビロテ B1 です。オレンジの帽子フィートサジタリアス、その後ろ、さあ先頭は依然として漆黒の馬体ブレイブギャラリア、アイアンインテント、ほとんど差がありません。間を挟んで農家ダンス、3番手天のヘビロテ、この位置から届くのか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はブレイブギャラリア、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ブレイブギャラリア先頭、しかし中田がそんなに伸びが良くない、もがいている馬群で、シルキーウッドスタンド残り 100m、 なあ無理だ。ウィーミスフランキー、2番手はアカーリッドアイス、まだ早かったな。シルキーウッドスタンド1着、2着は微妙です。勝ったのはシルキーウッドスタンド、見事な勝利です。ヘビロテ7着でした。身のこなしが硬い、得意な柔軟性が低い、力あるパタついた。ダートはアメリカはダートってパサ力がいるダートではないんだけどな。あ、アマゾンビが実取ってますね。さあセクレタリアートステークスフランケルか。セクレタリアートステークスフランケル一番人気となっております。まあレーティングも132と圧倒です。まだフランケルって3歳だからな。それはまだ金札獲得できてないのはそりゃそうだけどな。
レース行きましょう。アーリントン競馬場 G1 セクレータリアートステークス芝 2000m です。こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。グリーナーアーミジャー前に行きそうです。プレミエールドゥそれに続いています。さらにはアーリーエピソセット、漆黒の馬体、ツイストピネット、その後ろグリーナーアーミジャー先手を取りました。その外からギフラムズトゥース好位置をキープしています。フランケル、キャメロンディベイユ、すぐ後ろ緑の帽子ノーンオールウェイズ、その後ろルール、そのうちに続いています。その外にギンランドサイド、内からはハートダッシュ、すぐ後ろにアミューズジャズミン、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その後ろにオパールコスモス、しんがりからシェーンバルボア、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。3番グリーナーアーミジャー依然として先頭、リードは1馬身から2馬身ティフラムズトゥース、それに続きます。大きく離れました。ギンランドサイド並んで栗色の馬体アーリーエピソセット、好位置をキープしています。フランケル、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ3番グリーナーアーミジャー、2番手はティフラムズトゥース。さあフランケル上がっていきました。先頭伺う緑の帽子フランケル伸びてきた。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭に立ったのはフランケル、後続は大きく離れました。持ったまんまもうぶっちぎりが完全にちぎれた。2番手はツイストピネット、圧倒的この馬で決まりか。圧勝です。独走フランケルぶっちぎりです。独走です。2着はツイストピネット、3着にプレミエールド、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。フランケル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。まあ、海外から勝っただけあります。フランケル圧勝でした。これで5つ目の G1 タイトルとなります。そしてビバリーディステークス天のアイフォンです。こちらも1番人気、DM セーバーが118ですが、天のアイフォンが134とトップです。まあザゴラとかもいるけど、レーティング的には劣るからな。天のアイフォンが抜けてると言えるでしょう。では行きましょう。レースです。アーリントン競馬場 G1 ビバリーディステークス芝 1900m です。こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。オレンジエイトラックス好スタートを切りました。オリオールフラッグこの馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してオレンジエイトラックス花に立ちます。その後ろからはオリオールフラッグ、積極的行きますね。構えです。さらには天のアイフォン12番ドバビーハイツ、その後ろオリオールフラッグ先手を取りました。間が空いてシーカーパーシブ、並んで5番ネバーテンダーフット、その外からネーベルキッド、その隣にサブシュバリエ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。レイムセイバーそのうちに続いています。すぐ後ろにフォーマルハウトヴィンテージ、白の帽子パーマリーノ、その後ろその外にザゴラボールドサバンナ、それに続きます。最後方にエリザベスウォール、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度混合オリオールフラッグ依然として先頭、リードは1馬身から2馬身10番アマノアイフォン2番手を追走、先頭は依然としてオリオールフラッグまだ粘っています。2番手はアマノアイフォン、先頭に立ちましたが後ろからザールがすごい勢いで上がってきた。逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。勢いがなぁ、あ、やられた。ここで先頭に立ったザゴラが残り 200m、 ザゴラ余力は十分、さらに引き離していく。2番手はドバビーハイツ、ザゴラ強い強い着だ。ザゴラ圧勝ゴールイン。2着はドバビーハイツ、3着に天のアイフォン、立ったのはザゴラ、見事な勝利です。
アリントミリオン天のブルーレイです。2番人気1番人気ジオポンティーか、これは無理ですね。リーティングでも下回ってしまってます。ちょっと思い切った戦法で勝負するしかないですね。ちなみにジオポンティの戦略は差しか、ダイジェストいきましょう。アーリントン競馬場 G1 アーリントンミリオン芝 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭に立ったぞ。残り 200m を通過して日米王者 やるやん。ブルーレイ一気に切ります。圧勝です。2番手はフォートビジョン。意外です。圧倒的な強さを見せました。2着はフォートビジョン。3着にジオポンティ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。蓋を開けてみると、ブルーレイの強さが光ります。しかも待望の海外遠征を獲得。そしてジャンロマネ賞アマノ初音ミク、こちらは1番人気どうかな。122、一応トップではありますね。タバに10ポイント以上の差をつけております。このままいきましょう。レースです。ドービル競馬場 G1ジャンロマネ賞芝 2000m です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはアピティコーディフ、ジャックアンヌ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくアピティコーディフ行きました。続いて前へ行くのはジャックアンヌ、さらにはスモークニンフ、5番シンフォニーラウス、ドービル競馬場先手を取ったのはアピティコーディフ、これに続くのがガレットハーフ、青の帽子アロハミュージック、その後ろ間が空いてプロスイートシンディ、レイクトバンド上がっていきました。リリーオブザバレー、そのうちに続いています。天の初音ミク後ろからになりました。並んで8番ビーチレナウンス、すぐ後ろにタルクコロミス、その隣にジョリエッタブラッド、その横にラウディキャペレット。東京競馬場右回りしたような感じなのかな。最高峰にホイールシュペール、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。先頭から最高峰までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭に戻りましょう。3番アピティコーディフ依然として先頭、2馬身から3馬身のリード。少し開いて森の中を行く競馬場っていう感じですね。さあ先頭はまだ3番アピティコーディフ、2番手はガレットハーフ、スモークリンフ、3番手天の初音ミク、ぐんぐんと差を詰めてくる。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭に踊り出ました。先頭に立ったのは天の初音ミク、残り 200m、 先頭は天の初音ミク、天の初音ミク先頭です。このまま押し切るか。2番手は勝ちましたね。天の初音ミク1着、天の初音ミク完勝。2着はジャックアンヌ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。待望の金札を日本が世界に誇れる馬です。確定いたしました。 G1 8勝目です。ようやく、まあ5歳ということで寿命なお心配があったわけですが、初音ミクようやく取ってくれました。そしてクローバー賞クラブはビルシーナ登場、新馬戦で勝っておりますね。父ディープインパクト、母ハルワースイートとなっております。一番人気はレオアクティブか、馬の世界でもレオはレオダーバン。ダイジェストいきましょう。
札幌2歳オープン特別クローバー賞、芝1500m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。ビルシーナ先頭、前に迫るレオアクティブ、ビルシーナ先頭、2番手はレオアクティブ、ビルシーナ勝ちましたね。2着はレオアクティブ、3着にアップルズレッド、見事に勝ちましたビルシーナ。そして北九州記念にブラックキャビア登場、1番人気、2番人気クラブは凱旋キアイダーとなっております。本正面は凱旋キアイダーの方ですね。天野の馬多いよな。あと3カルロぐらいだもんな。ダイジェストいきましょう。小倉 G3 テレビ西日本賞北九州記念、芝 1200m の電撃戦です。さあ直線に入りました。先頭です。この直線は短いブラックキャビア先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手は凱旋キアイダー、ブラックキャビア、この馬で決まりか。ブラックキャビア1着、ブラックキャビア完勝、2着はサンカルロ、3着に凱旋キアイダー、これが世界の実力だブラックキャビア。お、レコードですねブラックキャビア、コースレコード。そして札幌記念は2頭出し、1番人気天野ブログです。型の慶応が4番人気、2番人気がクラブはビクトアルキサピサ、凱旋リベンジも5番人気つけております。他キャプテントゥーレがいますね。1番人気天野ブログですが、本正面はビクトアルピサの方か。なかなかのメンバーが出てきましたよ。片野慶音なんかもいますからね。片野慶音も前線馬なんだよな。で3番人気がエシフラッシュか。凱旋リベンジあたりも怖いよな。前に行く馬がちょっと少ないな。慶音前に行かせてみましょう。ダイジェストです。札幌 G2 札幌記念、芝 2000m です。競合メンバーが揃っております。短い直線に入って後続は届くかどうか。エイシンフラッシュ先頭、差を広げにかかります。2番手はエイシンフラッシュか。エイシンフラッシュ先頭だ。エイシンフラッシュオールイン、2着にはどうやらビクトワールピサ、これが G1 馬だエイシンフラッシュ。やられてしまいましたね、シンフラッシュに。片野慶音の方が上位、天野ブログはちょっともう良くないな。エキサイト、お海外レースが4レース、スマートハルコ、カレンちゃん、スマートハルコ、ルーラシップラが出ております。そしてジェンティルロンナが2歳ステークスター抽選なんですよね。
MNA グループはなんでここに、あ、まあいいのか。天野蓮舫、マイガール、花盛りとなってますね。では、ローテ決定ですね。 AKB はダッチェスケンブリッジステークスを、なんかいい勝ち方しましたよね。なので札幌2歳ステークスとか言ってるけど、まあそれもいいんだけど、まあ一周放牧して決めましょう。で、翌月一週、9月1週にローテを決めたいと思います。やっぱりダートは無理なんで、だからここに出んのか。ジーテル女は早めだからな、ちょっとあえて投手を上げてみるか。スピードは高いんだけどな。で次が山があるか。山があるはデルマオクス、ドイツオクス、うん、まあ、2着までは来てるんですが、問題はここからですよね。天野蓮舫はトキステークスへ、コバとぶつかります。2着ってなんだ。阪神ジブライルフィリーズか。あんまり高くないな。で慶応がローズステークス、まあローズステークスでいいと思う。でフィッツ、七夕賞は謎の大敗、一体何が起こったのか。でマイガールが小倉に慶応君、ツイッターがオータムハンデ、オータムハンデだろうな。オータムハンデ何週、2週か。あ、さ、このまま喉鳴りなんだ。やばい、キスアコランド使えないのに喉鳴り残してたらちょっとやばい。でインサイトが南部杯、これはどうするかな。ちなみに9月に出れる海外の、まあ、ここはもうダメだから、オーサマーゲインとか面白そうだよな、このままのメンバーだったらやけど。だからここチャンスあるんで、ゼニアッタが出てるから、まあ、ここ賞金あるからな。あ、メンバー的にはここもいいんですよね、2000だしチャンスあると思います。インサイト南部杯か。インサイト一周放牧させますか。でそばにいるねが謎大敗だけど、今3勝なんですね。
芝ダート両対応、ダート路線あえて走らせるのもありかもしれない。ちなみに9月2週は16の2100、メンバー次第だろうな、そんなに強くないよね。だからチャンスがある。これロートシルト賞出てみますか。あ、メートロンか、竹豊カレーで、 iPhone がスプリンターズ。 iPhone はまだ6勝あと2勝です。足りない。まあスプリンターズいいのかっていうとこも考えどころですね。一周だけ放牧しとくか。トゥルース、うん、これは OK。 カレンちゃんはバレリーナステークス、まだ1勝しか上げておりません。何キロ背負わされるんだろう。あ、55キロなんだ。メンバーは、あ、ちょっと嫌な馬だな。 デコアレブノスって、レブノスが1頭、この馬だけは嫌な馬だよな。スプリンターズも挑もうとするが、ちょっと細だって大丈夫なのかな。どんなジョッキーだっけ。あ、まあ悪くないか。で、天の宮が一周放牧。ルーラーシップ今週ですね。急勝なんで G1 は確定です。オールカマーは別に出さなくていいでしょう。1008の2400か。ってことはこれは放牧するんだけど、ここなんか面白いかな。挑んでみよう。あ、でも2400あれか、上限なんだな。2000とかの方がいいんだけど、2000ってここぐらいしかないからな。ここはまあ賞金稼げるからいいんだけど、むしろマイル戦の方がいいかも。ブイナビスタいいのか。まあここに出しましょう。で、山のアラフォーがセントール、しかしちょっと調子が、次ブエナビスタですね。ブエナビスタ18勝、ちょっと調子落ちてるけど、当然ここは放牧で立て直します。ブラックキャビアスプリンターズへ挑む。いや、スプリンターズはいいわ。スプリンターズには挑まない。短距離路線ですけどね。もうこの辺が賞金稼げればいいんだけどな。 G エベレスト行きます。
スプリンターズは出ない、三浦構成で行きます。で、あ、間違えた、ブラックキャビアが報告してないよね。報告してない。 J ベースとか10月3週だから2週報告。で、初音ミク、フジステークスか。初音ミクは8勝上げてるんでもう大丈夫です。フジステークスで十分です。ちょっと放牧が3週ぐらい放牧しとかないとやばい。まあギャンブルかけましたかね多分。で花盛り、ちょっとこの馬は厳しいかな。ラキスタが日程礼拝1周放牧。ニコニコは、今は受賞金札確定。アイルランドセントレジャー天のつぼみはちょっと厳しいな。ウッドウォードで一応挑みますが、ウッドウォードのメンバーは他は他そんなに強いメンバーじゃない。チャンスはドロッセルマイヤーがこれ G2 ですからね。なのでちょっとはチャンスあるかも。イナバウアーは京都大賞典でいいでしょう。ひとまず一周放牧してちょっとどうレース出るか決めたい。エネループはまだ一勝してないんだな。まあでもでキャンキャンがレディースプレリュードに挑みます。ちょっと調子が落ちてるんで放牧。ギド戦記12勝もう金札確定です。マイル戦が合うんで勝ってほしいな。でスマートハルコ14勝、今回はパシフィッククラシックに挑む。オーケンブルースリーはもう8勝上げてたんですが、どうなのかな。オールカマーですね。でゼニアタージョッキークラブゴールドカップか、アメリカのレース、どんなメンバーかな。それがいいメンバーだったら戦うけど、そうじゃなかったら他の馬に譲ってもいいかも。ファウルは毎朝か、そうだ1008が合うから毎朝かに出すんだ。ちょっと負けがね込み出してるんで引っかかるとこですよね。ママのブログも同様、金札確定してるのにな。で特に覚醒なんで寿命が尽きてるわけでもないんですよ。なんでだ。ルーラシッパー首位候補の一角か。お、花盛りがいい。ジェンティルロンナですね。ジャスタウェイもここに出てきます。ではネクスト、バレリーナステークスカレンちゃん出走です。
さあバレリーナステークスカレンちゃんどうなりますか。あ、2番人気か。1番人気はなの、でも激戦ですね。バリースオームか。レーティング的には1位なんですけどね。先方は先行は悪くないはず なんでチャンスだとは思います。レース行きましょう。サートア競馬場 G1 バレリーナステークスダート 1400m です。さあダート芝よりダートの方がやや不向きですが、カレンちゃんこれを克服することはできるでしょうか。ダメならもうダート諦めるわ。競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。カレンちゃん、好スタートを切りました。カレンちゃん、好スタートですね。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくカレンちゃん行きました。続いて前へ行くのはシガーゴームと先頭に戻りましょう。パリスサーテン先手を取りました。2番手に12番カレンちゃん、トラディションセネカ、すぐ後ろカレンちゃん先頭に踊り出た。スラム、さらにはシガーゴームとその後ろにハッシュトイクスプレス、白の帽子バルダスピア、その後ろじわっと上がっていった感じですね。カレンちゃんほとんど差がありません。間を挟んでスターレットスラム3番手。さあカレンちゃん逃げ切れるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。後方の有力馬は誰が来るかわからない激戦ですからね。先頭後続とは3馬身以上、さらに突き放します。突っ込んでくる馬なんだ。ハリスサーテン、あと 200m、 カレンちゃんアドバンテージを粘れ粘れ粘れ、おっしょ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 、スターレットスラム勝ちました。今ゴールイン、段違いの強さです。2着はスターレットスラム、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カレンちゃんちょっとメンバー軽かったみたいですね。タイムもなかなかのもんじゃないでしょうか。父黒船っていうのもやっぱりダート合うのかもしれない。さあデルマオクスです。片の山ガール1番人気、山ガール112なので抜けているわけではないです。一応レーティング的にはトップではあるんですが、抜けた一番人気じゃないですね。ではレース行きましょう。デルマ競馬場 G1 デルマオクス芝、牝馬限定芝 1800m です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。インボットラグナス好スタートを切りました。 IC キャリー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく IC キャリー行きました。続いて前へ行くのはストロングペタード、さらにはインボットラグナス、6番キャロットエレクトラ、その後ろストロングペタード先手を取りました。間が空いてフリルネイチャー、スクエアオークション、そのうちに続いています。その後ろからはアメリカンドロール、すぐ後ろにフォーリンユニーク、片の山ガール、後ろから内からはスラッグクリーシェ、緑の帽子スピアフィッシュキー、その後ろファーロージゲンマ、この馬もこのグループ、そして大きく離れてクラフトレッスン、この位置です。しんがりからバーターイヤーズ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度栗色の馬体ストロングペタード、依然として先頭。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として1番ストロングペタード、2番手は IC キャリー、間を挟んでキャロットエレクトラ、3番手上がってきましたね。山ガール、山ガール動きません。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に山ガール、足の色はいい、しかしその差はこれ勝てるんじゃないかな。残り 200m、 片の山ガール追い上げてきた。片の山ガール抜けた。いや内側からなんか来てる。片の山ガール、いや勝った。山ガールやりました。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。片の山ガール、まさしく日本が世界に誇れる馬です。これ初の G1 勝ちじゃないの。
そうですね、G1 馬になった方の山があるとなってますね。さあ、パシフィッククラシックスマートファルコン出走2番人気ゲームオンデュード。スマートでもスマートファルコンってもう金札確定してるんだよな。ゲームオンデュード相手に勝てないだろう。あとワイズダンなんかも有力ですね。さあ先方選べますが、でも選ぶ意味ないよな。ダイジェストでいきます。デルマ競馬場 G1 パシフィッククラシックダート 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。いいんじゃないですか。でも完全にもうゲームオンデュードが抜け出したわ。先頭残り 200m 後続を引き離しにかかります。2番手はスマートファルコン、後続は大きく離れました。ゲームオンデュード今ゴールイン、段違いの強さです。2着はワイズダン、ワイズダンもいる、勝ったのはゲームオンデュード、見事な勝利です。仕方ないですね、これは。カーダ騎手、勝って欲しかったけどな。さあ、インターナショナルステークスルーラーシップ登場です。インターナショナルステークスルーラーシップ2番人気1番人気シュリス・デゼーグルか、これ強いな。サラフィーナもいます。これはつらい。トライスオーバーもまあ強いけどね。まあ、先方変えるかな、べきなんかな。シュリス・デゼーグルをこのまま追うような形になるよな。レース行きましょう。ヨーク競馬場 G1 インターナショナルステークス、芝 2100m です。まあシーツバーパワーでなんとかなってくれないかな。こちらイギリスのヨーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはクルーナー。スタートはまずですね。ちょっとタイミングが合いません。ダッシュよくクルーナーピーク行きました。続いて前へ行くのはシュリスデゼーグル、さらにはデンジャラスナックル、11番カランドジャイアント、その後ろ先手を取ったのはシュリスデゼーグル、少し離れてタウンアゼルバイジャン続いています。好位置をキープしています。ルーラーシップ、マニナソフトリー、その前に進出プレートクリアー、すぐ後ろさらにはサービスムーブ並んで1番ワイスオーバー、
その外にアライブアルベル 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。その外からジュークボックスステージ、内からはサラフィナ、その隣にアプローチルイ、ハードブライドル、そのうちに続いています。最後方にポモナピート、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。もう一度先頭から4番シュリスデゼーグル、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、前はシュリスデゼーグル、シュリスデゼーグル、さらにリードを広げました。シュリスデゼーグルがなんか横綱相撲な感じですね。ぐんぐんと差を詰めてくる。残りあと400メートル。ルーラシップも来ているが、ここからどうか。日曜王者意地のぶつかり合いだ。あと200メートル。前が遠い。後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手はルーラーシップ、シュリスデゼーグル、ゴールイン。2着にはどうやらサラフィナ、3着にルーラーシップ、勝ったのはシュリスデゼーグル、見事な勝利です。シュリスデゼーグルの壁は厚かった。サマーチャンピオン、アマノエレループ、1番人気クラブバー、凱旋ときっかけも出てきます。2番人気はスリーボストンか。ダイジェストです。佐賀競馬場 JPN3 サマーチャンピオン、ダート 1400m です。さあ直線に入りました。さあ先頭だが、アマノエレループ先頭、リードは1馬身から2馬身、あと 200m、 先頭は依然としてアマノエネループ。2番手はバーディーバーディー、アマノエネループ差を広げる。アマノエネループ、ゴールイン。2着は微妙です。勝ったのはアマノエネループ。ボア混合、さあ BSN 賞凱旋ナルニア2番人気、本紙は本命ですね。1番人気は大新オレンジ。ひとまずダイジェストです。新潟オープン特別 BNS 賞、ダート 1800m です。さあいよいよ直線の攻防、アドマイヤツイン先頭、外から大新オレンジ、残り 200m を通過して、先頭は変わって大新オレンジ、一気に凱旋ナルニア、ナルニア、ナルニア、差した、凱旋ナルニア、凱旋ナルニア、1着2着は大新オレンジ、見事に勝ちました。凱旋ナルニア、大新オレンジ、わずかの差で勝利を逃しました。そしてトキーステークス凱旋、アマノレンホーです。1番人気クラブは凱旋ジェロが2番人気、他凱旋つくば駅も出てきます。あ、でも本紙本命じゃないんだ。本紙本命は凱旋ジェロの方ですね。なので一騎打ちムードと言っていいと思います。さあダイジェスト行きましょう。新潟オープン特別トキステークス芝 1400m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線が長い。凱旋ジェロ先頭、あと 200m、 天野蓮舫追い上げてきた。天野蓮舫先頭へ、先頭です。このまま押し切るか。天野いや差し返された。凱旋ジェロ1着2着は天野蓮舫、
差し返されたよ。見事に勝ちました、凱旋ジェロ。いや、かわしたと思ったんですけどね、2着に敗れました。そして新潟2歳ステークスにジェンティルロンナ登場となります。あ、ジャスタウェイでも一番人気はクラブはジャスタウェイですね。他は、ジェンティルオンナー3番人気か、凱旋ダスターは人気ない、ダローネガが2番人気でも、ジャスタウェイが圧倒的ですね。中京2歳ステークス取っています、ジャスタウェイ。一方ジェンティルオンナーは海外の G2 が3着だったなので、ちょっと評判が下がってんのかな。さあ、ということでジェンティルオンナ先方選べますが、まあこのままでいいのかな。あ、追い込みダメだ、吉田隼人は向いてない。ダイジェストいきましょう。新潟2歳 G3、新潟2歳ステークス芝 1600m のマイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。モンストール先頭、残りあと 400m。 さあ横に広がってる、いや大外だ、ジェンティルドンナーは。外からジェンティルドンナ、残り 200m を通過して、先頭は依然としてジャスタウェイ。ジャスタウェイかな。ジャスタウェイ先頭だ、先頭はジャスタウェイ。一頭前にいたっていう感じかな。3着にブライトライン、一番人気に応えましたジャスタウェイ、見事です。そしてここから日経オープン、カタノマイガール登場。カタノマイガールは2番人気です。一番人気はトランスワープ、他フラガラッハかも人気になってます。ちょっと先行策取ってみるか。ダイジェストいきましょう。小倉オープン特別、小倉日経オープン芝 1800m です。短い直線に入って後続は届くかどうか、サンライズベガ先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。先頭に踊り出会えた。フラガラッハ、フラガラッハ1着、2着にはどうやらサンライズベガ、3着にカタノマイガール、見事に勝ちましたフラガラッハ。フラガラッハが勝利、カタオマイガールは3着でした。そしてキーンランドステークス、天の花盛り1番人気、これはグリグリです。2番人気がスプリングソング。レッドスパーダが3番人気ですね。これはもうダイジェストいきましょう。札幌 G3 キーンランドカップ芝 1200m 電撃戦です。
さあ直線に入りました。ここの直線は短い。スプリングソング先頭、差を広げにかかります。2番手はレッドスパーダ、スプリングソング、この馬で決まりか。スプリングソング4着、強いスプリングソング圧勝ゴールイン。2着はラッシャー55、3着にレッドスパーダ、見事に勝ちました。スプリングソング、うわぁ、花盛り4着か。衰え、いや、それは言われてない。さあ、海猿が入級です。海猿は芝ですね。マインシャフ父、マインシャフとエピンディー系か、母エアグルーヴとなっております。さあ3頭のみです。天のつぼみ、天のフィッツが海外、 G1 は天のつぼみのり、トモドステークスはまあドロセルマイヤー次第ですね。でフィッツが4500万賞金があるんだ。これにちょっと釣られた感じですね。で、新潟記念に天のトゥルース 3頭ですね。お、ジャンプだ。天のテルテル10が柵越えか。バネがある。さあまず冬ソナから、南部杯はまあ刈らないだろうな。で、気になってたのか、最近はあくまでスタミナの強化っていうか、あれだからな、距離適性を上に上げる効果しかないからな。菊花賞とか天皇賞で使う手段ですね。で次ブログ、これはちょっと最近ブログの調子がおかしいよな。脚部不安は大丈夫なんだけど、ゼニアッタ惜しいな。ゼニアッタジョッキークラブゴールドカップに挑みます。ハウルが前長か、キングジョージも大敗だしな。機動戦記は12勝か、ムーラン・ド・ロンシャン賞で、でいいのかな、いいかな。スマート・ファルコン14勝、パシフィックが負けてしまったな。っていうかゲームオン・デュードがちょっと強すぎるね。だから勝てるとは思わん。性格が引っかかるな。熱血っていいのかな。うん、賞金稼げないしな。
三手配はラキスタいるし、シリウスぐらいか。賞金そんな稼げるわけじゃないからな。分からん、どうすればいいのか分からないです。で次王権ブルースリー、イナバウアーも、あ、そうなんだ。でも距離は合うんだよな。まあぶつかってもいいかもしれないですね。エネループが、シウステックスは妥当かな。スマーチャンピオン逃げ切ったんだよな、まあ、悪くなかったとは思う。シウスは2000なんで、まあ、悪くなさそうだが、まあ、一周放牧しとこう。でフェイト、オールカマーか。オールカマーは大丈夫だけどな。ん、フェイトは一周惜しかったな。クリメントハーシュはフェイト何歳だっけ今。6歳か。まあ、厳しいよな、フェイトは。山のキャンキャンがリリースプレリュード。これは予定通り。ニコニコアイルランドセントレジャー。長距離戦です。で、山のヒーローが BC マイル。マイル戦か。マイル戦で出れる馬がそんなにいない。でもまだ2勝です天のヒーロー。なのでメンバーの軽いレースに出ないとダメ。メンタルだろうな。軽いメンバーだよな。そう、軽いメンバーに出る。けど戦記ここにいるが、ここはメンバー軽くない。ブエナビスタか。まあ弱くはないよな。なのでここじゃなくて、今のとこフォレショーか軽いな。フォレショーに出しましょう。でもフォレショー出る前いるんじゃなかったっけ。山のつぶいがちょっとウッドウォード、 G2 馬がいますが、それを耐えられればチャンスはある。で花盛りが、うん、いや無理でしょうスプリンターズは。とはいえビクトリアマイル取ってるんですけどね。まあでも厳しいと思います。スニミックがいる。スワンステークスあたりかな。あ、こっちでもいいですね。こっち行きましょう。で、ラキスタ日テレ杯。送り人がジエベレスとか。
ルーレあと2勝なのでオールカマーなんか出してる場合じゃないです。 G1 を狙うべき、でも何出すかっていうのがまだ決まってない状態でした。ダートもいけるんだ、ブルーレイ。ただここだとちょっと怖いんで、あーでステイサスティっていうのはいるのか、これは強いな。まあ芝いけるからな、まあ弱くない。まあここも出れますよね。あーでも無理だな。トゥラックハンデぐらいかな。オルカマには出ない。アマナアラフォー、そばにいるネガメートロン、天皇賞はではどうかな。まあまあいいかな。いやでも海外に出た方がいいと思う、だからまだ決めない方がいい。iPhone はいやスプリンターズじゃないような気がするね。マイル戦だよな。お、牝馬限定がある。モネット賞 G2 か。ロデオドライブはまあ強い、こっちの方が軽いな。2000はちょっとギリギリなんで、出すなら、あ、こういうレースもあるか。死刑昇段って弱いよな。ヨークが G2 だから、ここちょっと、あ、60キロ背負うのか。まあこっちかな。サンチャリオット、カレンちゃんはスプリンターズ、スプリンターズは今フランケルも出るんだな。フランケルとどっち、でもフランケルはもっと距離長い方に出た方がいいから、スプリンターズ出すはカレンちゃんですね。オルフェーブルは、凱旋門賞？あ、でもそうか、そりゃそうだ。あの凱旋門賞だと3歳で軽い筋量で出れるんだ。でフランケルはスプリンターズに 出ずにちょっとメンバーを変えて出るっていう感じか。あと3勝、この賞にいるんだけど、あ、ここかな。で、マイルチャンピオンシップ出るか、出しとくか。
あとツイッターですね。インサイトは南部杯。山ガールはつい G1 を取ることができました。もともとドイツオークスは惜しかったんでチャンスあったわけですが、この結果は大きいぞ。蓮舫は惜しかった。慶應がローズステークスか。まあでも3歳で3着は結構健闘の部類だと思う。で海猿がこれで芝で、主戦を誰にするか。北村騎手でいいでしょう。選択できない。岩田騎手なんかもいるけど、できれば20代だとありがたい。浜中くんなのでジョッキーも変えていくか、浜中くん選んでいくか。最初から浜中くんを乗せます。そしてゴルシのデビューも近づいてきた。ミオステークスか。これって武豊かなのか。重賞取りたいよな。ちょっと調子が心配です。カツオ三周は無事に行くか、これ出すか。ゴルシが武豊かだと、まあそりゃそうだろうなになるんで、カダ騎手、ジェンティーアンナもカダ騎手でいいかもしれない。で AKB がこれ重賞勝ってんのにサウジアラビアロイヤルはないよなっていうことで、専用の2400か。9月を3週以降ですよね。ああお蝶はメンバー軽い、フィーニクスは強いよ。なんでモルニショーに出ていきます。モルニショーじゃない、チェバークステークスか。でもモルニショーっていうのもあったな。モルニショー、あれなんか間違ってんのか。分からん。で、リンドース賞。女子会アリエッティとなっております。
ハブ情報は1位、リーディングは4億近くの差をつけてますね。首位互角、さあ札幌2歳ステークスもあったんだ。ネクスト、ウッドモードステークス天のつぼみです。一番人気か。でも90しかないんだよな。絶対とは言えない。このドロッセルマイヤーを倒さないといけません。レース行きましょう。サートア競馬場 G1 ウッドウォードステークスダート 1800m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはパーティーロビン、ドロッセルマイヤー。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してドロッセルマイヤー花に立ちます。その後ろからはパーティーロビン、この馬も上がっていく構えです。さらにはアプスリボーン、13番天のつぼみ、その後ろ先手を取ったのはアプスリボーン、少し間が空いてシェアドアカウント、黄色の帽子ミルエアリアーン。枠順があんまり良くないかもな。続いています。その隣にチェリーライコンチネンタルスカウト、この馬もこのグループでも好位に取り付けました。2番好位というか先段にブラムエイビー、すぐ隣にルーンアミーラット、内からはサートンビレッジ、最高峰にオシアンステータス。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ4番アプスリボーン、まだ粘っています。2番手は天のつぼみ、ドロッセルマイヤー、3番手天のつぼみ、いい位置です。さあここからどうか。さあ先頭を伺う、追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。アプスリボーン、さあ来られている。これは厳しいぞ。シェアドアカウント、先頭残り 200m を通過して、先頭はシェアドアカウント、2番手はドロッセルマイヤー。いやーもうシェアドアカウントだけじゃ、シェアドアカウント、1着ドロッセルマイヤーだけじゃなかったな。3着にサートンビレッジ、勝ったのはシェアドアカウント、見事な勝利です。もうメンバーの問題じゃないってことかな。海外自体がダメ。さあ続いてジョッキークラブオークス招待、天野フィッツ1番人気。天野フィッツはでも98しかないんですよね。あ、これ G3 だ。なのでダイジェストでいきます。ベルモントパーク競馬場 G3 ジョッキークラブオークス招待、3歳限定芝 2200m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。カーネルオーラス先頭、あと外ですね、アンジェラ後ろですね。アルバニーインタレスト一気にやってきた。アルバニーインタレスト伸びがいまいち足りない。サニーシャント、アルバニーインタレスト1着、2着は微妙です。勝ったのはアルバニーインタレスト、見事な勝利です。6着でした。後ろっていうのが原因じゃ多分ないと思うな。そして新潟記念、クラブ馬が多いですね。一番人気はそのクラブ馬トゥーザグローリーで、凱旋赤壁、凱旋ヘルシオもクラブ馬し、他凱旋オーブリもいます。その中で所持馬天のトゥルースは5番人気か。信玄もいますからね。
サトゥース先方先行作でいこう。ダイジェスト新潟 G3 新潟記念芝 2000m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭伺うが先頭残りあと 400m 長い直線ここからどうか。アマノトゥルース先頭後ろから外線ヘルシオあと 200m トゥーザグローリー先頭だ。2番手はトゥーザグローリーだ。トゥーザグローリー差を広げる。トゥーザグローリー強い強いトゥーザグローリー圧勝ゴールイン。2着は信玄3着に外線ヘルシオトゥーザグローリー見事1番人気に応えました。アマノトゥースは4着まあまあかな。でキザレベルアップしたんで小倉2歳ステークスクラブは凱旋キングスが出てきます。5番人気白三角が最高か。どんなメンバー出てんだ。ストレートガールがいますね。一番人気ファインチョース、三番人気サドンストーム、ダイジェスト、小倉2歳限定小倉2歳ステークス芝 1200m 電撃戦です。さあ直線に入りました。ここの直線は短いエピセアローム先頭とかなんか来ていると一気に来たエピセアローム先頭2番手はファインチョイスエピセアロームゴールイン。2着はファインチョイス3着にストレートガール見事に勝ちましたエピセアローム。ウエナリビスタとルーラシュウエナリスタは出ない。え、何の話だったっけこれ。どのレースの話、凱旋門賞の話。凱旋門賞だったら出る距離は長い。まあ一応出ると言いつつ出ないでおこう。4頭ですね。この週までしたいと思います。海外は1頭そばにいるね。山椒かメートロン。メンバーは大したことがない。G1 と言いつつ弱いんで自分との戦いですね。京成杯オータムハンデが2頭出しで天の荒法がセントウルステークスとなっております。ちょっとゼニアッタが川田騎手が出れない。ハウルがプロだ。機種蓮舫スプリンターズ、いやそれはないでしょう。ポートピア、うん、ポートピア出します。まあ、でもポートピアでもカーダが出ないんで、これも黒田騎手に任せます。
さてまずつぼみはもう国内戻るしかないな。シルステークスへ。美容院距離が短かったのももしかしたら引っかかったとこかもしれない。山のフィッツは、まあ無理かな。もう出す活路を見出すとしたらもう牝馬限定戦とかかな。まあ三歳馬なんでトライアルに出すとかあるよね。シオンステークとはいえシオンステークスはもう終わりだし。スタートはダメなんで、この辺かなってなるよな。カレンちゃんはバレリーナ勝ちました。これ G1 2勝目でスプリンターズに挑む。精神力を上げないといけない。エマガールもで、オークス一着つい取った。あ、このまま秋華賞挑むんだ。まあいいと思いますね。秋華賞スマートファルコン14勝だが出すレースに迷うような状況です。そう2週か。あ、このレースがいいんじゃないかな。東京杯出しましょう。また川田騎手はかぶる。アンカツで、ルーラーシップ。ルーラーシップ、いやルーラーシップ無理だろう。なので、出しません。確か凱旋門賞出す馬って決まってたんじゃなかったっけ。なんだろう、意外とその当てはまる馬がなかったんだろうな。検温とかもないし、ブログあたりはチャンスあるけどな。でも、あ、そうだ、オルフェーブルが出るんだ。オルフェーブルが出るからな。じゃあもう、ね、ブエナビスタンか出なくていいや。まあ短距離戦ですからね、出すとしたら。ザゴライとぶつかるっていうのはいいと思いますが、なんだ、わからん。ここもありますね。まあここもメンバーとしてはトラバースって G1 か、悪くないと思うんですよね。でも賞金的にはこっちかな。
か軽いんだよな、メンバーが。だから出てもいいんじゃないのって思ったりする。そばにいるね、そばにいるねって何メートル？マイルか。そばにいるねってマイラーだったような。ちょっと待った、コパノリッキーかな。ハウルが7勝13勝だから、イナバウアー11勝円、ヘイトも無理。キャンキャンか、キャンキャンはダートバか、ダートバだからな。仮に出るとしても、まあここか。でもウッドモードがの勝ち馬がいるからな。一着取らないと意味ないからな。キャンキャンじゃ無理だろうしな。ブエナビスタ、ブラックキャビア、初音ミクは放牧中なんだ。初音ミクはまあ達成してるからな。ラキスタは、芝はあんまり得意じゃない。 iPhone が iPhone か、 iPhone がぴったりか。あ、でも微妙に距離長いんだよな。だからこのまま出さんかったんだ。このままちょっと足りない。カレンちゃんは距離が短いなので、あ、山ガール行けるやん。デルマオークスとか出てるわけだから、山ガールチャンスかな。山ガールチャンスですね。出しましょう。機種あれ、山ガール、山ガールマイルに出てたよな。いや、そんなわけないか。山ガールがいいと思う。じゃあ行きましょう。ネクスト。メントロンステークス、アイルランドメントロンステークス、天のそばにいるね、一番人気。119。
ライバルストロングバハミアは114となっております。そしてタイフートレーシーなんかもいますね。結構強敵ザプ、あとそれにザプレザも合わせると結構混戦ムードだと思います。レース行きましょう。レパーズダウン競馬場 G1 メントロアイルランドのメイルトロンステークス、牝馬限定芝 1600m マイル戦です。こちらアイルランドのレパーズタウン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。エミュラス好スタートを切りました。ベルモントフィエスタ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してサプレザ花に立ちます。その後ろからはエミュラス、この馬も上がっていく構えです。前に戻りましょう。先手を取ったのはウェイクウィナー、その隣にタイフーントレイシー、すぐ後ろにサプレザ、これに続いてムーンライトクラウド、ベルモントフィエスタ、すぐ後ろライトサバンナ、上がっていきました。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。少し離れてエミュラス続いています。その後ろからはタイニーマージン、その外にライクソウト、緑の帽子サウスベジタブル、その後ろ内からはグッドボヤージ、天のそばにいる、後ろからになりました。すぐ後ろにイモータルバース、ここでタイフーントレイシー先頭に変わりました。2番手はライトサバンナ、ウェイクウィナー3番手。さあ横に広がっている直線コースに入りました。日曜王者の争いだ。タイフーントレイシー先頭、外から中割ってきた。そばにいるね。ここで先頭変わって天のそばにいるね。2番手は勝ちましたね。天のそばにいるね。先頭天のそばにいるね。ゴールイン。2着にはどうやらムーンライトクラウド、3着にサプレザ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天のそばにいるね。まさしく日本が世界に誇れる馬です。この勝利はでかい。お鉄砲微妙かな。鉄砲だけ。さあシオンステークスにセレブリティです。一応ダイジェスト見とくかな。さあ直線に入りました。週刊賞トライアルです。先頭残り 200m マイネーサベル意地を見せる。2番手はグルベイグ、マイネーサベル先頭、マイネーサベル1着、2着はオリーブコジーン、マイネーサベル見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。セーブリティは6着。さあ京成杯オータマハンデは2頭出しです。1番人気は天の想定内、方のツイッターが3番人気、となっております。2番人気はリリルで、このリリルが本種本命となっておりますが、あと AC アポロなんかも有力馬ではありますね。さあ型をついた戦法変えられるが変えませんね。ではダイジェストいきましょう。中山 G3 京成杯オータムハンデキャップ芝 1600m マイル戦です。さあいよいよ直線の攻防。エイシンアポロン先頭、残り 200m を通過してテンマブラビ追い上げてきた。テンマブラビ抜けた。2番手はリディル、テンマブラビ、テンマブラビ1着、2着はリディル、3着に天の想定いない、見事に勝ちました。テンマブラビ、想定内が3着か、肩をついた7着。3すら勝てない。ブラビー、これあれか、センサーバーか。そしてセントウルにアマノアラフォー登場です。
トローは一番人気クラブはロードカラノアですね。他ファリーダットも出てます。アマナーラホは2番人気。グリーンバーディーとかが有力馬か。ビビーガルダンとかもチャンスありますね。さあマナーラフォー先方どうするか、差しで行ってみるか。これで行ってみましょう。ダイジェスト阪神 G2 産経賞セントウルステークス芝 1200m の電撃戦です。さあ直線に入りました。これからの勝負はロードカナロア。ロードカナロアだ。残り 200m、 先頭は依然としてロードカナロア。 BB ガルダン頑張れるか。一気にパリダット、ロードカナロア先頭だ。ロードカナロア、ロードカナロア1着、2着にはどうやらパリダット、3着にアマノアラフォー。これが G1 馬だ。ロードカナロア結構激戦になりましたが、一番人気のロードカナロアが人気に応えました。アマノアラフォーは3着か。クラブはですね、さあ、海外2レース、ムーランドロンシャソーとアイルランドセントレジャーの2頭出走となります。ケーオンとマイガールカーとジェンティルオーナーロジックステークスへ。想定内優勝ブラックキャビア。さあ、これが3周目か。まずメートロンを勝ちました。天のそばにいるね。これで4勝目です。順調じゃないですか、ここまでは。入るチャンピオンシップってそうだな、フランケルとか出てくるからな。自分で出すレース決めないとな。でもその前にちょっと疲れが溜まってるんで、一周放牧した後に決めるべきだと思います。そして想定内、伸びがやっぱ悪いよな。中京記念までは勝てたんだけど、それローカルの話か。まあ福島記念かな。なのでしてるんだけど、その勝ったレースはみんな G3 とかローカル重賞だからな。現実に走ってはいるんだけどな。小賞金8億ってでかいし、でツイッターはどうするか。負けすぎだよな。戦後の2200
お酢馬分からん、もうのどなりとかその内遊外観だからな。この辺のね、医者が出てきて直してくれないと無理だよな。でも医者がなかなか出てこないんだよな。ツイッターは消去方針を、しかも任せてくださいとか言うしな、任せられないんだよな。だから言うのに、芝だろう、うん、これに出そう。であとアラフォーだ、セントウル3着か。まあ距離加減なんで、そう考えると。普通に考えたらフジステークスだな、やっぱり。初に行くか、ここかな。スワン行こう。勝てないもんだって。普通に。ピッツが新潟ヒューガステークスやもんな。予選期最上位、なるほどね。これだけ博多の剣音がここに出てくるのか。しかしどうかな。さあセントウルはロードからの天のアラフォーは3着だった。この3人まだ誰も買ってない。儲かってんな。
間発症が8月を4週だったんだ。8月を3週だろう。その前の週は9月を1週。だいたいこの辺かな、年間100床達成は9月2週だから。こんだけ殿堂入りしてるからな、すごいことだよな。しかも天野の馬ばっかりだし、シーツ馬の金車さんの奇跡だけだからな。ここは天野玉ちゃんだけだし、設定か。かわいい。設定完了で。違うわ。これじゃなくて牧場の設定かな。ここはやっぱりここ、そうですね、変化付きもこれで、シャドウロールはバンテージ？赤だな、赤かな、いや赤じゃない、リボン、リボンってどこだ、で、諸国ライバル馬たくさんいるな、増えたな、ライバル馬も。諸国を微妙に変えましょう。養殖を微妙に色を変えました。
以下登録する馬は勝負区は変わっていきます。次は明るい色の勝負服にしてもいいかなと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。見ていただいてありがとうございました。ツイッチで配信を行ってきました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please、そして、この配信のアーカイブ YouTube にも YouTube でも見れるようにアップロードいたします。2日後、14日21時頃に配信、プレミア公開で配信予定です。こちらでもご覧いただければと思います。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive upload my YouTube channel 2 days after my YouTube channel チャンネル subscribe and good button please。 旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ということで、ウィニングポスト9/2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。